ちょっと後ろ足重心に移しましょう。後ろの足の方にちょっと体重が重めになってるよって状態。さあ、じゃあここで初めて正面を見て、皆さんいい腰の入り方です。で、この骨盤の前側が今縮めているところが上を向いて、後ろが下を向くのが骨盤後傾。こうするともうグニャンってならないよね。じゃあここからいきましょうね。手、股関節、肩甲骨寄せて肩を後ろに引きましょう。胸を開く動きね。これがグニャンとならないように。うん、じゃあかかとが前足上げられそうですか。お腹縮めていきますよ。ふくらはぎの筋トレ、これもとっても筋骨ポンプ作用といってね、血行を良くするのとっても大事。もう一呼吸していきましょう。うん、いいです。そしたらば下ろして、このまま手を床緩めますね。腸腰筋っていうね、お腹のストレッチをしている状態ですね。さあ、じゃあ足を入れ替えていこうと思います。一回前に持っていきましょう。これね、作る過程がとっても大事。これこそ焦らずゆっくりです。さあ、右足を骨盤幅、そのね、横幅を見ながら、つま先が後ろに行っても変わらない。で、膝をブランケットの上に乗せて、つま先、膝と縦に直線。そして左の足の裏と右膝の骨盤幅、うん、いい感じです。前の足はすねが床と垂直。うん、お腹を縮めますよ。ぎゅーっと縮めて、さあ、左の手がもうすでに折れ線なので、ももの付け根をつかみましょう。左の手首の手かな。で、ここで肩甲骨を寄せる、ギュッて感じね。そしてお腹縮めながら、右の手も大臀筋、ももの付け根に添える。さあ、そしたらば足を残して、お腹縮めながらギュッグッとゆっくり起き上がっていきます。そう、ちょうど足の間まで立ち上がっていく感じ。猫背でも背骨が垂直。そう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 。で、前足は外旋を向けて、そうそうそう、いいですね。ここでキュッ。そして少しさっきみたいにのけぞっていきましょうか。お腹縮めながら、そう、後ろに骨盤、そうですそうです。で、お腹を見ながら、そうそうそう、結構ね、猫背でいいんです。そうすると一番頑張ってるのは左のももなんでね。そして右の腸腰筋、今伸びてるの、皆さんが骨盤を後傾して腹直筋を使っていると、今ね、お腹が伸びてます。これが反り腰を防止するお腹の奥の筋肉、とっても大きい筋肉で、とってもね、直結ですね。足のあったかさにすごく綺麗です。じゃあ視線を初めてここで正面に、いい感じ、お尻が下、かなりコンパクトに収まってる感じ。そしたらば左のかかとをアップ、つま先立ち、バランスポーズでもありますよね。もう一つでね、これちょっと骨盤をちゃんと倒せると伸び感ちょっとあるんですよ、前ももとか右のお腹がね。そこを意識して、いいですよ。じゃあかかとを下ろして、手を床、一回ダウンドッグ入りましょう。後ろに足引いたらば、板のポーズをしてみてください。肩の下に手首、ちょっとつま先立ちでかかとを一番高くして、まっすぐのライン、うん、腕立て伏せの最初。じゃあその手と足の幅で、縦の幅キープで、お尻をギューンと上げてってください。そうです、ちょっとね、最初手で押す感じ。お膝を曲げちゃって、前ももとお腹を寄せ合って、これ今のポーズと全く反対のことをしてるのね。前ももとお腹を寄せて反り腰をしてね。そうするとさっきの腸腰筋は今度は使われる状態ね。伸ばしたり使ったり、そうですそうです。伸びてるのは今度はお尻が伸びている状態ですね。うん、皆さん安定してます。お尻結構高くしちゃって、三角形を意識していく感じの柔らかい呼吸でいきますよ。あ、ドンって言っちゃダメだね。トンがいいね。さあ、そしたらば、まあ
膝ついていましょうね。さあ、ランジのポーズ。さっき仰向けで足の甲を持ってたやつなんだけれども、今日はブロックを使ってやっていきますね。このランジポーズっていうのはね、まあ、こういうポーズなんですけどね、ヨーヨーの最初の形で、これね、ヨーだけのポーズじゃないんですよ。でも足のテコよくするとか、足の筋肉をつけるとってもいいんですね。形が難しいので、今日はね、ブロックを使いながらいきます。まずは肩の下にブロックで、右の足の裏と左の膝足先が同じくね、横幅がちゃんと骨盤幅あるか、前の足の形は一緒だね。要はすねが一直線で、足先膝は正面を向いています。で、まずはこれでいこうか。前の足のかかとを上げ、これでふくらはぎの筋トレ。ちなみにこっちはね、膝が曲がってふくらはぎを使っているんだけども、これはね、多分そんな疲れないと思う。ちっちゃな筋肉であるんですね。ひらめきっていう筋肉。少し引き上げます。一番かかとをぐーっと高くしてみましょうか。さあ、そしたらばじゃあかかとを下ろして、ブロックに体重を乗せながら、今度は後ろの膝をアップ。で、つま先ズリズリとしたらね、ちょっと後ろの足を見るのは難しいかもしれないんだけれども、甲を縦に直線にしたいんですよ。つま先の上に一番高く上がったかかとを作りたいの。ということで、ね、結構後ろにつま先って感じで、あ、でも皆さんとっても綺麗ですよ。そうそうそう、もう一つ綺麗、いいですね。今多分一番皆さんかかとが綺麗に上がっているから、今度はじゃあそのかかとのラインを右の足でちょっと見ていきたいね。じゃあ右の足はランジポーズ。
さあ、じゃあ手をついて降りようか。疲れました？今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。